皆さん。質問ある方は元気よく手を挙げて。リーサキング？はい、はい、質問があります。じゃあ、リーサキングどうぞ。カパルさんは、なんでそんなに人気なんですか？すみません、カパルさん申し訳ない、老眼で見えません。もう回しといてもらえばこれ。あ、落としちゃった。そろそろね、お時間だからね。あ、お時間なの。このままあと10分ぐらい引き延ばしましょうよ。いや、ちょっと見せたらいいか、ちゃんとキングおいでって言ってますよ。まあステージに上がるといろいろやらされますけどね。あとは何か書く？大丈夫？何かあんのかこれ。いい感じのステージだ。もうない？もうない？あー、どうも。はい、リサキングでーす。キング見える？この距離ならキング見える？なんて下手くそな絵だ。残念。カパル、あ、でも早く書いた割には上手ですね。上手です。あの、ちょっとね、この後モチベーション下がると困るんで、ちょっと上げてもらっていいですか。何するの。モチベーション下がるようにカパル。カパルへの一言。はい、それでは皆様、いつもの行きましょう。はい、カパル申し訳ありませんでした。なんて雑な振りなんだ。こんなことをするぐらいな、来なきゃよかった。もう跳ねられて帰ればよかったな。すみません、ちょっと滑ったようなので、このまま、最近、フルであまり踊ることがないんですけども、カパル体操というものを。いや、そうですよ、それがあるじゃない。なんで私を事故に巻き込むんだ。ちょっと待って、マロ君どこ行くの。まさか踊れないなんてことないよね。はい、あれマロ君、あれ、じゃあそのままこの事故現場には来たくないみたいな。なんか踊るって言ってた方まだいたんですけど。あ、踊るんだ。踊れる方。あ、じゃあカパルわし、ちょっと時間なくなっちゃうのでね。まだ時間大丈夫ですかね。うん、よし、ダンスの見とこね。よしよし。うん？何？お前踊れねえんだろって。ミッチーさん。踊れる。ミッチーさんもカパル体操踊れるそうなので。はい。ミッチー。じゃあマル君こっち来る？じゃあミッチーさんこっちで。じゃあ準備は。ミッチーさん。荒川さんも踊ります。コタも来る。なんかいっぱい来てくれたみたいだね、カパル。ちょっとね、いっぱいお友達が来てくれるとカパルのモチベーションが上がりますので、こらはい、上がって、はい、上がるよ。そういうことしないって言ったでしょ。あー、超怖い。いきます、宇多田さんも、はい、お願いします。じゃあ、いきますよ、宇多田さんもお願いします。コタパパ呼んでよ。じゃあ、ミュージックをお願いします。
なごみしばっこちゃんも急遽駆けつけて一緒に踊ってくれました。なごみしばっこちゃんもありがとう。そしてコタもね来てくれてね。あれマル君踊ってた踊ってた足つったはい、ちょっとお時間もねそろそろなので、そうだ、最後にあのステージ上から皆さんをバックにして記念写真を撮らせていただきたいと思うんですが、もしあの写ってネットに上がったらまずいよって方は全力で隠してください。よろしくお願いします。パノラマで撮りたいと思います。カパル、もうちょっと右行こう、もうちょっと右行こう。カパルをセンターにしてね。はい、どっから撮ろうかな。じゃあしばっこちゃんの右の角の方の方からかな。いいかな。じゃあ行きます、行きます。パノラマです。目我慢してください。ポチッと。あれ、カパルどこにいる。あ、いたいたいた。ほーい、オッケーです。以上です。カパルでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。まあゆうりちゃんは人を巻き込む巻き込む。ありがとうございました。みちさんもみんな巻き込まれるっていうね、はい、巻き込みますよ。すごい、みんな近くにいるな、いちゃダメだっていうね。ありがとうございました。ありがとうございました。まるもどうもありがとうね。ありがとうございます。エボシマロはあのカパルのダンスちゃんと覚えるようにずっと見てた。でもカパル可愛いから見ちゃうよね。ね、そうだよね、そっちだよね。覚えてないわけじゃなくて見てたね、逃げた。はい、そう、次回までに覚えておきます。はい、どうもありがとう。カパルにも大きな拍手お願いします。はい、ありがとうございます。さあ、ここでもう一度ご案内させてください。先ほどあの石田さんと同じお洋服を着てましたね。黄緑色の T シャツ。